こちら、いけにえネーム、うん、スマートフォンをスマートに使いこなせない女の子くんからいただきます。ありがとうございます。私は AV を見るのが大好きです。ほうほう。男性のような目的ではなく、うん。女の目的ではなく、ですね。女性さんの綺麗な体、女優さんの綺麗な体や、男優さんのテクニックを見るのが好きで、ついつい見てしまいます。一度目には女優さん。二度目は男優さん。それ以降はストーリーにツッコミを入れながら見ています。そんなに繰り返し見るんだ。まあ、バカなストーリーが多いですからね。最近は女性向けの AV も出ているのですが。え、そうなんだ。出てますよ。そちらは女性目線なこともあって、おとなしく悶々としながら見ています。悶々としてるってこと？女の子なのに AV が好きって変なのでしょうか？檜山くんは AV 好きですか？昔はね。昔はね。若い時はね、それなり見たけどね。今、持ってます？それとも隠してます？どっかに。いや。隠してない。ないよ。ないよ。思ってんのかい？俺あるよ、いっぱい。あ、そうなの？うん。ーあるっていうかね、くんとかが、くれる。くれる。ああ。なんか、ああ。これっつって。で、なんか知らないけど、俺そんなに本当に AV が好きではないわけね。あ、そうか。なので、まあ見たりはしますけども、うわぁ、これ新作だっつって買う感じではないわけ。うん、でも、なぜか知らないけど、まあキャラクター的なことでしょうけども、はい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 、お誕生日とかに、うん、AV とかくれるんですよ。まあ、シャレでね。そうそうそう。あ、なるほどなるほど。でも、僕、うん、好みが激しいんですよ。お顔の。あ、なるほどね。女優さんの。はい。なので、うん、めったにもらった AV で、めったに、これぞーっていうのがないので、はいはい。二回繰り返しては見ないですね。ああ。そういう場合は何本か詰め合わせ的に来るの？そうですよ。盛り合わせ的に。三本、なんか、とかですよ。あ、なるほどね。うん。もう本当にね。ああいうのって、うん。どうなんだろう。その、詰め合わせ的なものって、うんうん、違うタイプが混ざってるのかな？そう、違うタイプ、違うタイプ。じゃあやっぱりその、三本なら三本、五本なら五本中、一本でも、当たりがあればいいみたいな、うん、そう、そう。ことなのか。そういうことです。ああ、なるほど。当たりない、ナイス、ナイス。当たらないっす。当たらない。絶対に。なるほどね。バラでもいいから、うん、顔の好みで、ちゃんと選んだ方がいいです、うん。あとね、間違いないのは、一回見ていいと思った女優さんで探す。あ、なるほどね。もうそれしかないっす。その女優さんの常連になる。はい。うん。もうね、ほんと顔とおっぱいの好みですか？あと腰の好み？でも、全然雰囲気感も。なるほど。こだわっとるなぁ。ダメですね、俺は、本当に。ダメですね、俺は、本当に。で、女の子が AV 好きとそっちだかね。うんうん。女の子と AV 一緒に見ますことあります？さすがにもう最近はないけれど、うん、昔はあったね。うん、女の子って、割と興奮しますよね。うん。AV 見て。興味があったみたいだね。逆にどんなのっていう世界で、そうそうそう、はいはい、でまあ昔ですから、もうそれこそ20年ぐらい前の話ですから、うん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 、今ほどそんなにないし、ないからね、ただ女性が借りるのっていうか、うん、まあ当時は買うのは借りるのも、うん、なかなか恥ずかしいもんだから、うん、なんかね本当に AV 見る会みたいなので集団で見たことあるよ。バカじゃない。悶々とするわ。何人か集まって。AV 上映会で。恥ずかしい余計それ。だって完全に勃起しちゃうもん、俺。うん。男の方が恥ずかしかった、確かに。恥ずかしい、恥ずかしい。女の子の方がやっぱりそうなってきは、って言うんだ。なんか、むしろ見たかったみたいだから、うん、むしろそのイニシアチブを、その回の、発起人は、女性陣だったから、うん、女性陣の方がもう、見てたね。逆に、野郎の方が見るまでは天寿、へぇーってなってたけど、いざとなると男弱いよな。シューンとしてたもんな。それは女の子が主催したってことは、ああ見終わった後、私も土曜日がやらかでれるっていうことじゃないにはならなかった。なんだよ、それ。そこまでかよ、お前。なかったな。そんな詐欺だな、それ。詐欺か。俺だったらお前詐欺だよ、それって言っちゃうの。あ、もう上がさらにってなるよね。にはいかなかったな。逆に本当に男の方のテンションがすげえ下がってたの。逆に。まあ、恋人同士で見るならいいけどね。うん、あとなんで女の子って、AV 見てるときに、あれは本当に言ってないよって言うんだろうね。あ、そうなの？夢を全部潰される。なるほど。これ演技だもんね。演技。女の子の 80% は演技だよって言われる。あ、
れもう本当にね、あれから半年か1年ぐらいはもうダメージで立ち上がれなかったもんね、俺。あ、そうか。うん。そうか、それはあの AV だけの話じゃなくて。そう。あらま。あれは、女の子って大体 80% ぐらい演技だからね、あれ。はぁ。違うもんって言い張ったら。小野坂さんはそう思ってんだ。すげえやろ、こう、冷めた目で。まあ、思ってけばっていうような、そう。手で。それで、やられた。それからというもの、うん、俺は彼女とエッチした後に絶対聞くようになって、聞いちゃダメよって言われた。うん。そう。完全に悪循環にはまっとるから。はい。うん。はいじゃないよ。助けてください。知らんわ。なんで、なんで己がリスナーに助け求めとんじゃん。ということで、女の子らに AV 好きなのはいいですよ。うん、それでね、濡れるんだったらね、おまけのリンゲージも短くて済むしね。はい。便利ですよ、ね、それは。ただね、本当に男はね、本当にあの、女の子の、本当にあの、何気ない一言で傷つくということがありますので、ちょっとこう、あの、コメントに気を使っていただければと、小野坂正也が申しております。